何してるの？姫ポーズの特訓よ。姫ポーズ？ええ、どんなにいいパフォーマンスをしても最後のポーズが決まらなければ画竜転生を描くというもの。ハードなダンスで疲れていても指先はピンとまっすぐぶれない。これはそんな完璧なポーズを決めるための特訓なの。すごい。お姉ちゃんの指先全然震えてないよ。驚くのはまだ早いわ。心を無にして指先を完璧に静止すれば。トンボがお姉ちゃんの指先に止まった。トンボが枝と勘違いして止まりに来るの。これこそ無の境地に至った決めポーズの極意。やっぱりお姉ちゃんはすごいな。まあ梅も特訓すればこのくらいを。梅の髪にトンボが、どうしたのお姉ちゃん。まさか無意識のうちに極意を会得しているというの？さすがね、梅。ん？もみじが赤くなってすっかり秋になってきたね。秋といえばお芋に栗、サンマに鮭に、柿に梨に、はいはい、梅のお弁当にはちゃんと秋の味覚を入れてあげる。明日は特別に玄米をお芋の炊き込みご飯にしてあげるわ。やったー、お姉ちゃん大好き。かぼちゃ、しいたけ、銀杏も入った栄養たっぷりのスペシャルご飯よ。くーん、私お姉ちゃんの妹でよかった。そうでしょう、そうでしょう。あ、梅、髪にトンボが止まってるわよ。ん？トンボいっぱい飛んでるね。水辺も茂みもたくさんあるし、どこかで繁殖してるのかしら。おばあちゃんの田んぼの近くでトンボ取りして遊んだよね。懐かしいわね。二人で泥んこになって遊んで、よく一緒に怒られていたわ。茂みになってた知らない木の実を食べたりして。私はお腹壊したのに、梅はケロッとしてたのよね。そうだっけ。ねえ梅、久しぶりに勝負してみない？トンボ取り競争。うん、いいよ。子供の頃は全然勝てなかったけど、今度は負けないんだから。